散歩していきましょう。今日は2022年の3月27日日曜日です。お昼の、ね、2時を回ったところですが、昨日すごく、ね、雨風強くてお散歩できずに、今日晴れたんですけどまだ風がすごいですね。はい。いつもの、ね、桜並木の下を歩いておりますが、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、もうところどころ桜が咲いてます。はい。公園に入ってくる、ね、入り口のところでは結構、ね、もう咲いてました。はい。さすがにちょっと、ね、この並木道影があるので、ね、日の当たりの加減でちょっと、ね、先が遅いのかもしれませんが、それでも、ね、あちらこちらと花が、ね、桜の花が咲いております。さすがに、ね、卒業入学のシーズンということで、はい。ここも、ね、結構もう桜が咲き、ね、始めておりますね。いいですね。まあ、ちょっとあんまり早くね咲きすぎると枯れるのも早いのでね、ちょっと寂しい思いをしますが、それでもねこれからまたピンク色に染まっていくというのを想像すると、またジジさんここにねお散歩に来るのが楽しみです。はい。天気悪くなってね、桜咲いた頃に風とか雨でね散らないことをね祈っておきましょう。はい。そんなね今日の週末なんですが、さあ、今日のねお散歩の話題ですが、もう皆さんねあのインスタ 361RS ね、もう YouTube つけるとガジェット界のねレビューアーさんはもうすごいねレビュー出してます。そして今ね Amazon でも売られておりますがね、すでにもう お手にされた方、それからよしとねこう気合い入れてこれからオーダーされることを決められた方、いろいろねいらっしゃるかと思いますが、はい。どうですかね、まあジジさんね、ちょっとまあそういう意味であのツインバンっていうやつね、360度カメラ付きのやつがね、あれめちゃめちゃもう約ね7万するんで高いですけど、まあジジさんはこのお散歩でちょっと360度で動画撮るつもりないので、まあ、360度カメラとしては、いらないかなと思うと、まあ、安い方の3万4000いくらのね、標準の 4K ブースターカメラのパッケージ、まあ、あれどうかなとかね、いろいろ考えてみたんですが、まあ、結局いろんな人の動画見てるとね、まあ、やっぱり GoPro 最強かなっていうね、そんな感じに思えて、今ちょっとまだね、発売始まったばかりでね購入するのはねやめとこうかなと思ってますが、もうここもちょっとつぼみがありますね。つぼみね、かわいいね。やっぱ桜の花かわいいね。でですね、そういう意味ではちょっと今ね、インスタ 361RS の購入はまあ今のところジジさんはねする予定はありません。一方でこのアマゾンのね新生活なんちゃらタイムセールでしたっけ、あれであの DJI のねアクション2、これがね5万4000円台にまた戻ってきました。いや悩むね、128ギガの SD カードねついてるパッケージ買っても5万6000円まあそれでもまあ5万以上しますがね、いやーなんか元々の値段考えると約1万円ぐらい安くなってる。これ魅力的ではあるんですが、冷静になって考えるとどうなんだろうとね、ジジさんこのお散歩動画でどんだけアクション2使うかなって考えた時に、うんってねこうなっちゃいました。はい。まあそれ言い出すとね何にもね面白いこと何にもないんだけど、まあちょっとねその必要性を感じるかって言われるとそれほど必要性感じない。ジジさんの場合はもう GoPro で十分だし XT Max Pro で十分というね、まあそんな感じで、まあ逆に言うとなんかちょっと前に流行ったね、若い方の言葉でねオワコンっていうね、もう終わったコンテンツっていうね言葉が流行りましたが、まあジジさんのチャンネルもある意味もうちょっとオワコンですよね。もうマンネリ化しちゃってね、ただただ年寄りがお散歩してる間にね動画撮りながら食べってるっていう、そんなね何のメッセージ性もない動画なんでね、オワコンではあるんですが、いやまあちょっと必要性ないね、そういう意味ではね。いやここちょっと間近で撮ってみましょうか。どこまで GoPro で寄れるか分かりませんが、いやこれどうです、桜の花、これ桜ですよね。いやこれ可愛いね。
いやー本当に春が来たって感じです。そしてこのね晴れた日に桜を見ながらお散歩できるっていうねこのね幸せ、いやー本当ねいいね、日本人ならではの、ね、この桜っていう木は素晴らしいです、和みます。はい、ということでね、何の話でしたっけ、そうそうそう DJ アクション2ね、これもね安くて魅力的なんだけどちょっとね今まだ踏み切れないっていう感じ。そして今日27日ですけど、31日ね、もう来週の末ぐらいですかね、いよいよアカソブレイブ8が Amazon でね発売開始となるという予定になっております。決定かどうかちょっと決まっちょっとね確認できてないですが、一応予定ではね3月31日に赤楚のブレイブ8がねアマゾンで発売されるということで、まあ結構こっちもね興味ある方ねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ海外ではねいろいろもう動画上がってますし、この間ねミカスチャンネルのミカスさんがねなんか楽天で購入されたやつをなんか開封してレビューされてましたよね。はい、まあこれもね続々出てくるんじゃないかなというふうに思います。ここねすごいですね、ここ結構咲いてますね、わかりますか、こんな感じで、いやーもうすっかり桜の季節ですね。いやここ結構ね咲いてますよ、いいですね。はい、ということで、はい、赤楚ブレイブ8ね近日来週ぐらいには発売ねされるだろうということで、興味ある方またちょっとねアマゾンチェックしてみてください。ジジさんは買いません。はい、まあ、なぜ買わないかっていうのはね過去にもちょっとお話ししたんですけども、まあチップセットはねアンブレラ H22 ということでね、XTU MAX Pro とね同じチップセットなんですが、ただね XTU MAX Pro とね大きな違い、これはねスーパースムース、あハイパースムース、スーパースムース、ちょっとどっちの言い方だったか忘れましたけども、3がね、XTU MAX Pro の方はカメラ内でね、その補正がねできるというちゃんとこうモードを選べるんですけど、赤楚ブレイブ8は残念ながら1回ねスマートフォンのアプリに取り込んでアプリの方でね、手ブレ補正をねかけるというそんなねやり方になります。これがねちょっとね、ブログやってる人とかね手間が発生して、嫌なんじゃないかなということでね、まあジジさんもそういうねちょっと面倒くささこれがあるので、ちょっとブレイブ8はね購入を考えておりません。はい、楽天ベースでいくと3万2500円ぐらいでね今出てますが、Amazon でねいくらで売られるのか、あるいは発売記念としてね、いくらかね、何パーセントかオフになるのか、まあ事前にね、事前購入予約をされているようなね、方は、そのランキングね、そのメールをね赤楚さんに飛ばしたね、順番から、ランキングがあって、まあ何パーセント何パーセントっていう割引のねコードが後からね送られてくるみたいなね、そんなシステムになっておりますが、まあジジさんも一応ね20% のランクかな、はい、もらってますが、今のところちょっとねそれを使う予定はないかな。はい、まあちょっとどうなんだろうね。でしかもその赤楚ブレイブ8の前の赤楚ブレイブ7ね、これが今もう第3世代が売られてますね、1万9000いくらね。はい、チップセットは多分変わってないと思うんですけど、外観がねバージョン2からねちょっとバージョン3に変わった時にブレイブ8のね外枠外観にね近いような蓋の開き方がねちょっと逆になっているっていうね、ロックメカニズムもちょっとねもう少し、ロック解除しやすいね、そのポートのドアになっているというね、そういうのは今ね変わって Amazon でバンバン売られてますね。はい、まあブレイブ7で十分だっていう方はね、今最新のブレイブ7ね Amazon で購入されるのがいいかなと思います。1万9000いくらのやつに、割引クーポンが今ついてね結構安く買えますんでね、はい、赤楚製品気になる方はね、そちら購入されてみてはいかがでしょうかということで、はい、まあしかし高いね、何が高いってインスタ360 RS 高いわ。
もうさすがにもうじいさんね、これ GoPro いろいろ買い揃えて7万円超えちゃったんでね、ちょっと今さらにあのインスタ360万にお金かけようっていうね、そんなねつもりはね今のところありません。はい、それからちょっと紹介してなかったですけどね、今じいさんこれリモコンね、これもね実は純正のやつ買い揃えました。サードパーティーのやつね、買うともっと安いんですけど、まあちょっと GoPro は純正で揃えようということで、この何でしたっけ、ザ・リモートっていう名前だったかな、はい、これね買いました。今もねこれ歩きながら使ってるんですけど、やっぱりリモコン便利。もういちいちねカメラの方を触ってこうシャッターね、切ったりするとこうブレも生じるしね、あのボイスコントロール使うとその分ね、動画のロスも出ますんでね、編集のとこにそこを特にエンドのねのコマンドの声はどうしても入っちゃうんで、そこを編集でカットねしていかなきゃいかないという作業が入りますんでね、はい、こういうリモコンでパシパシとねオンオフできる、これやっぱり便利です。はい、こう裏はねバンド通せるようになってるんですけど、まあジジさんはバンド通してません。ストラップもねつけれるとこあるんですけど、このストラップね、ここもちょっとストラップなんか今いいの探してるんですけど、まあ単体で今ね持ってるっていうね、そんな感じです。ザ・リモートね、これ結構便利に使えます。おすすめです。操作とか設定も簡単でね、 Wi-Fi もねすぐ本体とつながってね、設定が結構ね困ることなくバシッといきました。ちなみにこれねお尻のとこパコッと開けてね、 USB 端子でね USB Type C で充電というね、充電式です。電池交換する必要がないんでね、この辺もねまあいいかなという感じですね。はい、それではいつもの藤棚のある休憩所のあたりに来たので、はい、一旦ねここで休憩したいと思います。さあ、埠頭の方やってきましたが、結構今日はね快晴なんで淡路島の方もねよく見えます。そして肉眼ではね明石大橋もよく見えるんですが、カメラではね遠すぎて見えないと思います。今日もね釣り人たくさんね出てますね。風があるのでちょっとね波が少しね高めになっておりますが、はい、テトラポットの方でもね釣りをされてる方がいらっしゃいます。そして沖の方にもね、はい、ボートをね出ております。どうでしょう、やっぱね風があるので、気持ちはいいですが、はい、やはりね寒さはねちょっとねきますね。いや和みますね、海はやっぱり和みます。こんな感じですね。いやいいですね、やっぱ晴れた日にね海に来るのはいいです。そしてこの風切り音どうなってるでしょうか、ジジさんの声ちゃんと入ってるでしょうかね。はい、こんな感じで今日もねお散歩をしております。はい、どうも改めましてジジさんです。いや今もね結構風吹いてて、ジジさんの声通ってるかどうかちょっとわからないですが、天気はねいいんですけどね、はい、まあ今週からねまた天気良くなるということで、また週末ねいいお散歩ができたらなと思いますが、はい、ちょっとね、雑談でもお話したよりいろいろねアクションカムの話題がねつきませんが、なかなかね、購入まではちょっと踏み切れないねものが多いということで、まあしばらくジジさんは GoPro メインに、時々 XTU Max Pro とかね、ジジさんが持ってるものを使いながら運用していこうかなと思ってますが、まあそれでもねいよいよ気の変わり4月がやってきます。まあ新生活なんとかねいう言い方もしますし、テレビなんかもねいろいろ新しくね番組が終わったりね始まったりしますので、そうですね、まあ一回ちょっと本当に本気で断捨離を考えて、一回ちょっとねある程度持ってるアクションカメラなんかも絞ってね、そしてちょっとまあ次のね、何か購入につなげられるように、準備をね進めていったり、しなきゃいけないのかななんていうふうにもね思ったりします。はい、まあどうしようかね、このねずっと本当にまあお散歩ブラブラしながらこうやって雑談をね毎週同じとこ歩いてねぐだぐだ喋ってるだけのほぼほぼチャンネルですけどね、まあどうしようかね4月からね、特になんか新しいことも考えてないんですけど、まあそういう意味では
ちょっとのらりくらりね、ゆったりゆるゆると、あの自由気ままに言いたいことを言ってね、こう散歩してるみたいなね、そんなね、チャンネルなんで、あの気負わず皆さん、あの遊びにね来ていただければと思います。まあなんかね、新しいこと考えたり、新しいねガジェット入手したら、またそれのねレビューとか検証動画とかも考えていきたいと思いますし、またちょっと コネクションを通じてね、なんかそういうアクションカメラ系の情報を入手したときは皆さんにねシェアしていきたいなと思いますので、ちょっと長い目でね、見ていただいて、お付き合いいただいて、このチャンネルをね応援いただいたら嬉しいなというふうに思っております。そしていよいよね、まあ冒頭からもちょっと触れましたけども、公園のね、桜もだいぶ咲いてきましたので、これからねお散歩には非常にいいね、感じの桜満開の季節がねやってきますので、映像的にもね綺麗な映像が撮れるんじゃないかなというふうにね、期待しております。気持ちいいね散歩ができることを祈っております。はい、もう次回のお散歩は4月に入っちゃうのかな、ということで3月はこれで終わりかな、この散歩ね、3月のお散歩ね。はい、ということで、日本でいうと昨日変わりねなりますけども、またあの来期もねこのチャンネル応援いただければと思います。こんな感じで、ゆるゆるとやっておりますので、はい、また遊びに来てください。そして、もしよかったらねチャンネル登録なんかもしていただけるとね、すごくじじさんの励みになるしね、嬉しく思いますので、まだね登録されてない方よかったらお願いします。ということで、週末ね天気のいい日、じじさんの体調のいい日はこうやってねお散歩してぐだぐだ雑談言いながら、あれやこれや言いながら散歩しております。よかったらまた遊びに来てみてください。それではまた次回のもう来期ですねお散歩でお会いしましょう。それじゃあまた。